easy, man. Tell him, sir, Sean Peasy represents the Craver. So neatly, man. Tell him, sir, dirty, yeah. And a dirty, yo.安全よし安全よし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 みなりよしみなりよしはい、始まりました大阪関西レゲエ年表シリーズ、今回は初の女性ゲスト、前回のプロフェッサー陳年に続いて from 神戸から来てもらいましたハードコア J よろしくお願いします。初めての女性ゲストということでレゲエダンサー会から、うん、今日これ見てもらってるみたいで、はい、何個か何個かってほぼ見たけどね、ほぼ見みんなの見ながらニヤニヤしてね、うんうん、そう、まあ、今まではあのサウンドアーティストクラブとかショップに焦点を当てて、うん、いろんな、まあ、90年代を中心に今のところいろいろ話してるんやけど、今日はまあ京子に来てもらったということで、関西のレゲエダンサー、レゲエダンサーのシーンにちょっと焦点を当てて、うん、まあこう話聞かせてもらえたらなと思って、はい、よろしくお願いします。今日この年表ちょっといつもとは違ってます。この横線の段、一番上は今までと同じようにサウンドに関する名前、二段目はアーティストに関する名前、三段目はダンスホールやってたクラブとかレゲエにまつわるショップの名前、そして初の4段目、今回は4段目ダンサーと関西のレゲエダンサーに焦点を当てて話を聞いていきます。まず全員ゲストに聞かせてもらってるんやけど、初めてレゲエを聞いた時のことって覚えてるかな。初めて聞いたのは、うん、クラブが先で、うん、まあ、それまでは全然レゲエに触れたこともなくって、うん、ユーロビートとかテクノとかハウスとか、うん、ロックとか TRF ね、あのマコトって言ってたね、そう言ってた、他の会で言ってたね、10代の頃かな、それは10代の時、高校生の時で、うん、高校生の時にそういう音楽を聞いてたと。で、まあ、その時に夜遊びばっかりしてて、うんうん、でその時に友達がなんか一緒に行こうみたいな感じで、なんかやばいとこあるねんって思って行ったのが、ちょうどナイロンっていうクラブがあって、でナイロンからタブーっていうところにあの変わる頃に、同じ場所で名前が変わるっていう頃に、神戸のクラブやね。でその時になんか初めてクラブっていう存在も知って、でその時はまだそうクラブデビューでレゲエとかも全然わからなくて、でもなんか自由に踊っていいんやって思って、でそこからすごいハマりだして、もう毎日踊りに行きたいって思って、週5週6とかで行きたいけど、だんだん友達もなんか一緒に行ける子おらへんくなるし、なんか一人で遊びに行ってあの踊りまくってたらあの、まあ、上手やなって思うダンサーさんがいたら、うんうん、すぐになんかダンス教えてとかって言って、うんうん、なんか教えてもらったりしてたんやけど、うんうん、まあ、それがヒップホップやって、うんうん、あヒップホップかっこいいなって思って、うん、レゲエかっこいいって思う前に、あレゲエにまだ出会ってなくて、まだ出会ってなくてヒップホップいいな、そうでヒップホップの女の子のダンスチーム作ったらどうやろうっていう風に考えてて、うんうん、その頃にあの、うん、ずっとその当時から仲良くしてくれてる神戸ルーツロッカーズ の、 あの岩下さんがちょっと紹介したい子がいんねんけどって言われて、うん、で誰やろうって思ったらあのポッキーボッキーの香里ちゃんっていうあのバーカンにもいてちょっと踊ったりするポッキーボッキーの香里ちゃん、はい、香里ちゃん でなんかレゲエで踊る子を探してるって言って、まだレゲエダンサーとか全然いない時代 で、うんうんうん、でレゲエってどんなんなんて、うんうんうん、なんか音楽もわからへんし、うんうん、踊りも全然わからへんって言って、うんうん、その足でもうポッキーボッキー連れて行ってもらって、うんうんうん、でまあ中入ったらもうやばいなって思って、このマニアックな空間にすごい食らって、うんうんうん、でその時になんかレゲエダンスをちょっと教えてもらって、でなんかワイニーとかバタフライとかあったんやけど、うんうん、
かもともとサンバとか踊ってたから、うんうん、なんか結構あちょっとなんか腰動かしたりセクシーなんとかすごい好きやったから、うんうんうん、あめっちゃハマるなって思ってて、うんうんうん、ボブマーリーの DVD じゃなくて VHS ね、うん、VHS のビデオテープをを借りて、うん、あの和訳付きのやつを見て、うんうんうん、でもリリックとかに食らって感動して泣いて、うんうんうん、ああもうレゲエやばいなって、もう絶対そこでレゲエに、そこでレゲエにハマって、うんうんうん、でもう一生レゲエやなとか思って、うんうん、もうそれはいくつの時なのかな、その時が高校生の時で、うんうんうん、まだ10代ね、うん、まだ10代の時で18とかそんなん、うん、でその次にポッキーボッキーでまたディックマンが、うん、あのストーンラブのカセットテープこれ聞けって言われて、みんなあのガイドしてくれるので、ね、どんどんポッキーボッキーで出会ったポッキーボッキーポッキーボッキーポスターかな、うん、まあディックマンであるとかいろんなレゲエを教えてくれた、教えてくれだして、でストーンラブやばいってなってそれを毎日なんか家で聞いてダンス練習したり、学校でもみんなにストーンラブ聞いて歌ったりとか、みんなバタフライ踊ろうとかって言ったり、廊下とかでね、なんかちょっとそういうなんかみんなも楽しいこと共有しようよっていうぐらいハマって、いやでも周りは誰一人知らんかったよな、なかなか、うんうん、分かんないし、そんなになんやろね、私のこの温度差がまたバーンってなんか上がるもんやからね。でなんかレゲエ踊り出して、あのそこ あのポッキーボッキーを経営してたのが兄弟で、さっき出てきた香里ちゃんっていうのはその兄弟で、一番上があの5人兄弟の一番上のお姉さんは特にレゲエとかされてなくって、その下がカリさんって言って、ムーンライトシャワーの、ちょっとエンジニア的な、はい、音響とかをやってる、あと3階、ポッキーボッキーの3階で、うんうん、あのレコードね、あー、売ってたりとか、うんうん、あのグッズとか販売してたんやけど、うんうん、それをやってて、うん、でその下の弟がキングサト B で、キングサト B が、レゲエ DJ で、ジャマイカ行った時にレコードとかを買い付けて、うん、それをカリさんに送って販売したりとか で、うんうん、でその下にカオリちゃんって、うん、今のカオリちゃんがいて、うん、京子をボキボキに連れて行ってくれたスカウトが兄弟やね、兄弟で、でいつも一番下がベイビーベイビーで、ベイビー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 アーティストやね、そうナーキさんと一緒に歌ったりとかしてた、でなんかここがカリさんやな、カリさん、カリさんで、ほんでその下がサトミー、サトミーで、このカオリちゃんがおって、香里ちゃんがいて、その下がベイビーベイビーベイビー、なあきさんとコンビの曲とか出してたよな。そうコンビで、まあちゃんはあのまあちゃんって呼んでるんけど、ベイビーベイビー、うん、あのタレント活動とかもちょっとやってて、うんうん、でサンガリアの CM とかでちょっとなんかレゲエやったのかよく覚えてないけど、うんうん、そういうトロピカルな感じの曲でちょっと踊ったりとかもしてて、でそういうのは私はなんかテレビで、うん、あちょっとなんかミニスカートで踊ってる女の子がいるっていう風に思ってちょっと覚えてるんですけど、うんうん、あのそういう活動もしてるし、うん、歌も歌ってて、でジャマイカでまあ踊ってもいる、うん、ダンサーとしても活動っていうか、踊るし歌うし、踊るし歌うし、でその子がジャマイカにいて、うん、でも私も会いたい、で向こうも会いたいっていう風な感じになってて、で私ももうジャマイカ行きたくて仕方ないから、うん、とにかくお金を貯め出して、うん、高校を卒業したらその春休みでもういいから行きたいなって思ってて、うん、ベイビーベイビーがジャマイカから帰ってくるってなって、うん、まあ、それは94年の話で、その時に帰ってきて、うん、その時流行ってたのがちょうどワールドダンスが出た頃で、もうこれみんな踊ってるみたいな感じで聞いて、うん、それで、ダンスチームやろうっていう風になって、うんうんうん、このベイビー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 と2人組で、うん、ムーンライトシャワークルーのダンサーで、うん、ムーンライトラバーズっていう名前で2人で始めて、これが私 あのハードコア J やる前のダンスデビュ ー、これが94年の終わりぐらいで、で初 の、うん、あのショーケースが95年の1月16日 の、うん、あの阪神淡路大震災の数時間前の、うん、タブーっていうお店、神戸のクラブでダンスコンテストがあって、うん、でダンスコンテストにその2人で出ようかみたいな、ムーンライトラバーズとして出場したのが初ダンス、人前で
初めて、まあ、そういうね。でその数時間後に数時間後にでその時にまあ特別賞を取ったけど、うん、その時に優勝してたのが、うん、今 の, あの神戸のラボ3の代表の佐藤君であったり、結構みんな、うん、ずっと本当にダンスはね、ずっと当時から踊ってて、でその時の特別賞にライブラバーズ今帰らやっていう時にねそうもう神戸もう何もなくなってしまう、街ごとなくなって、うん、でもうその震災っていうのをきっかけに、うん、この兄弟、うん、あのポキポキの兄弟たちはみんなあのラスタの方になっていって、うん、結構神戸は、うん、あの震災をきっかけにラスタの方に考え方を変えてっていう風になっていった人が多くって、私はその時にあの貯めてたお金ジャマイカ資金で大阪に住み出して、うんうん、大阪に引っ越した引っ越しして、で、まあ、そこからはもうダンス活動とかはなくって、うんうん、とりあえず またお金貯めてジャマイカ行こうっていう、まあ、もうレゲエとかダンスホールどころじゃないよね、じゃなくって、まあ、私は行ってたけど、うん、でも相方のベイビーベイビーはもうラスタで、うんうん、あのいっぱいいろんなことをダンスホールのことも教えてもらってたけど、うんうん、その後にあのジャーの話とか、うん、ラスタの話とかで、うんうん、でまあ、ダンスチームとかもなんか一緒にできないなってなって、でまあ、私はジャマイカに行くしなっていうことで、うん、で97年に神戸に戻って、うん、その時に初めてジャマイカ行って、うん、で帰ってきてすぐにダンスデビューしたいなって思って、うん、ポッキーボッキーの頃から一緒に踊ってたパリラっていう子がいて、でその子と一緒に、うん、あのダンスチームやろうって言ったのがハードコアJ で、うん、ハードコアJ そのイベントがジャマイカンナイト、これで、10周年って書いてるから、ジャマイカンナイト87年からってことかな。あ、これが、その、それデビューした時で、デビューした時の、で、もともとポワイのジャンクションでやってたけど、これはもうダイヤモンドラブに移って、でこれで、そうよね、あ、これがハードコアJ京子とパリラ、このパリラっていう子の2人でハードコアJ結成してそう、で殿様だったり、殿様サンダーリップスね、ビッグオー、ビッグオーサンダーリップスのリーダーです、うん、あ、白菜のシュウ君もいるし、セガもセガ君もいるし、そう、なるほど、ダイヤモンドラブで2人組のハードコアJが97年にデビューと、でもなんか今みたいに振りがあるわけでもなく、うん、なんか音源があるわけでもなく、うんうん、もう現場であのこれとこれとこれかけてみたいな感じで言って、うんうんうん、でその時間を私たちがもらうみたいな感じで、なんかもう言ったらフロアが自然ちょっとバーってちょっとあのなんかね広げてもらって踊るけど、まあフリースタイルでバイブスで踊るみたいな感じで、まだこの頃やったらこのレゲエダンサーのショーケースのフォーマットっていうか、うんうんうん、そういうレゲエダンサー紹介されて、うんうんうん、スポットライト当たってて、うんうんうん、ショーケースやるっていう、そういうのがまだなかった時代やし ね、なんか名前がクレジットされてなかったりとか、なんかそうやね、ダンサーっていうのがそのサウンドとかアーティストとかとね、うんうんうん、またちょっと違った感じのね、うんうんうん、枠で、そうやね、うん、まだ確立できてない、ね、その時は、うんうん、ダンサーっていうのが、うん、じゃあこの94年ベイビーベイビーとムーンライトラバーズ、ハードコア J 以前にダンサーデビューしたわけやけども、その時点で、まあ、神戸だけじゃなく関西で活動してたレゲエダンサーっていうのは京子、ね、ベイビーベイビーが私とやる前にやってたのが、うんうん、あのスイートダイヤモンズっていう名前 でこれは4人組の、神戸のダンスチームで、まあ、ベイビーベイビーが唯一ちょっとジャマイカに行ってダンスをこう持って帰るっていう役目でまとめてるダンス中心になってるところで、その中にいたのがサンジャ、サンジャがこのメンバーの一人で、サンジャ、そう、加古川の方かな、加古川の方の兵庫県でも播州の方でを中心に活躍してたレゲエダンサーサンジャ、そう、もこのスイートダイヤモンズ、スイートダイヤモンズのメンバーで、のメンバーやったと、そう、なので私より先にやってた神戸の先輩ダンサーはスイートダイヤモンズが一番初め でそれ以降はベイビーベイビーもちょっと記憶にはないっていうことで、でもまあベイビーベイビーもねすごい若かったからね、中学生で一人でジャマイカ行ったり来たりとかしてて、若いね、この時代に、そう、この時代に本当にパワフルで、まあ、今でもパワフルなんだけどね、今もシンガー活動はずっとやってて、なるほど、うん、
大阪ではおそらく90年91年とかラブリッシュ、京子が遊びに行ってたと思うんやけど、ラブリッシュができたあたりからこの店を中心に、トップバディーズ、ちょっと早かったのがベリーボタンで、ベリーボタン、ね、多分初め4人ぐらいで踊ってるのを見た記憶はあって、うんうん、ベリーボタン行ってて、でミルキーフェイスは私より私たちあのハードファジより先やったのかちょっとよくわからないけど、うん、その近いんじゃないかなと、うんうん、近い世代のね、うん、俺の記憶の中でもそんな感じ、うんうんうん、ベリーボタンの中でもメンバーのイクミって、うんうんうん、キルアービーキルドとか、うん、レゲエダンスのコンテストとかプロモートしてるイクミはもう90年代多分前半ぐらいには、うんうんうん、その後ぐらいにベルベティかな、うん、ティ多分この辺がもうみんな出てた後にフライヤーで結構豪華、うん、ベルベティ、スリングショット、スリングショット、うん、に出てきたのが、まあ、ホッティキャットだったり、うん、あと次の世代でジェミナイだったり、ホッティキャットジェミニでジョナとかもいたりとか、ステレオクレバープレゼンツのキングダム、アイドアイの上にあったキングダムね、ハードコアジェと大阪ローゼス、Seven people saw me make your body sing.